后我想吃金美夜市的好吃的东西，那走吧。すごい、製麺店みたいな、麺を作ってる会社とかもあるんですね。すごいな、かわいい。緊急出口、あっちへ、あっちへ行ったらこんな感じ。夜市の伝統的な遊びです。パチンコみたいな、こうやって上に飛ばして入ったらあの剣が出るんだ。でここで多分景品と買えれるみたいな感じです。台湾のゲーム面白そう。今天我来到这边的臭豆腐店，我想试试看哦。看起来很多人已经吃他们的臭豆腐或是面线了，那我想试试看手吧。ここの有名な、なんだっけこれ、面线と臭豆腐のお店です。どっちが美味しかったっけ。とりあえず片方食べようかな。まあせっかくなんで臭豆腐食べようかな。我要一个臭豆腐。豆腐吗？臭豆腐。すごい、これは面線作ってる。大腸で、あちらの方で臭豆腐は作られてるっていう感じ。ちょっと角度が見えないからあれだけど、すごい、もう臭豆腐の香りがすごいします。一面線、三个面線、再走这边用蒜辣青菜都要吗？美味しそう。蒜辣都要。この臭豆腐はすごい有名みたいで、ピエさんの記事にも載ってます。僕あの前に1回か2回食べたことあるんですけど、その時は全然記憶になくて、どんな味だったかなって思って、もう1回あの再挑戦してみたいなと思って。今。50元払ったら12番の谢谢番号札を多分本当は呼ばれるのかな。ではいただきたいと思います。これ豆腐醤油かな、醤油みたいなのがあってこれをかけるのかな。いただきます。最初かけない方がいいのかな。結構サクサクな感じのちょうどいただきます。
断面がサクサクで美味しいです。そのキムチと一緒に食べるのが美味しい。カバンがいっぱい売ってる。すごいな。でこっちは靴が売ってたり、飲食店と服屋さんとかが入り混じってる感じですね。